皆さん、おはようございます。ダンピンナップジャパン公認デモンストレーターの上田とさとみです。今朝のブログで、はい、ご案内したように、こちらのですね、ウェールオブアタイム年間カタログ掲載の94ページ、95ページ、今私がお見せしているのはオーストラリアバージョンなので英語で書いてありますけれども、ちょっとお聞きしてみようかな、画面。皆さんのは日本語になってますよね。おはようございます。早速 SN さん、そして YM さん、出席ありがとうございます。今朝のですね、 Facebook ライブチャットで取り上げたいのはこちらのですね、 Whale of a Time Suite に関してのご説明です。で、このスイートをね、私の中ではとってもなんかやっぱり特別な思いがあって、クジラをね、実際に何回も見たことがあるっていうのもそうなんですけれども、とにかくなんかもう今の季節ね、ぴったしですよね。そしてヨットに乗って生活していた時代にですね、オーストラリア あのグレートバリアリーフをね、よくシュノーケリングとかしたんですけど、なんかその時のね、思い出が本当にふつふつと蘇ってくるタイプのスイートで、とっても好きなんですね。おはようございます、 MJ さん。で、これからご紹介するのは、まずあのスイート全体に関してちょっと簡単にご説明して、で特にですね、すでにブログでも取り上げましたけれども、3つの点についてね、実際にご紹介していきたいと思います。はい、まずはデザイナーシリーズペーパーからいきましょう。デザイナーシリーズペーパーっていうのは、やっぱりそのスイート全体のカラーを、なんて言うんでしょう、決めるというかね、あの代表しているものとなるので、やっぱり皆さん一番あのワクワクしどころだと思うんですけれども、デザイナーシリーズペーパー、はい、カタログの95ページには 1,2,3,4,5,6,7 色、こちらの方に書かれていますね。でも実はですね、実際は今カードストックでご紹介しますけれども、2,4,6,8,11色がね、実はコーディネートされてるんですよ。そのあたりは、ブログじゃなかった、カタログのですね、後半のところに、はい、デザイナーシリーズペーパーを特集したページがあります。148ページから150ページまで。ここに、150ページに Whale of a Time のデザイナーシリーズペーパー、デザイナーシリーズペーパー、6インチ6インチが載っているんですけれども、ここにはですね、もっとね、たくさんカラーがね、ついてるんですよ。これなんでかっていうと、あのデザイナーシリーズペーパーの中でも、まあ、使われているのは、あの後ろに載っている、11色なんですが、その中でも特に、たくさん使われている色っていうんですかね、中心となっている色というのが、ここにカタログのこの部分に書かれています。なので、このデザイナーシリーズペーパーとインクをコーディネートしたいなとか、ベースカードをコーディネートしてみたいなっていう時は、こちらをね、参考書にしてみると便利なんじゃないでしょうか。はい、ということで、全部のあのカラーについて実際にお見せしたいと思います。はい、プリティーピーコック、バーミーブルー、ちょっとね、順番はね、あのカタログに載ってるのとちょっと違うんですけど、デザイナーシリーズペーパーの後ろの方に載ってる順番でちょっとやってみました。ブラックベリーブリス、バンブルビー、カリプソコーラル、グラニーアップルグリーン、それからジャストジェイド、パシフィックポイント、もうモリモリですね。はい、プールパーティー、そして、シェイデッドスプルースということで、もうモリモリあるんですよ。そしてですね、ジャストジェ、大丈夫ですね。はい。で、こちらがウィスパーホワイトとなっています。カタログの方の、デザイナーシリーズペーパー、こちらに載っている色ということであれば、このカリプソーとバンブルビー、グラニーアップ、ジャストジェイと、それからプールパーティー、パシフィックポイント、ブラックベリーブリス、この、はい、6色が
主なカラーということで載っています。ですが実際はあとこちらの4色も本当は含まれていますよということでご紹介しておきます。とりあえずこうやって実際にカードストックでカラーで見ると分かりやすいですよね。ちょっとこのまま置いておきますね。これからデザイナーシリーズペーパーをご紹介するので、デザイナーシリーズペーパーのパターンは実際にもうご紹介したことあるんですけれども、新製品ゲットしましたよっていう別ビデオでね、でも一応ささっとご紹介したいと思います。はい、ブログでも取り上げましたこの回転シーン的なペーパー、本当に可愛いです。その裏がこうなってます。そしてクラゲちゃん全体模様、このあたり分かりますよね。カラーね、カリプソコーラルでしょ。はい、バンブルビーありますね。これアップルグリーンですね。そしてこの辺がですね、結局これなんですよ。はい、プリティーピーコックとかですね、バンブルビーじゃなかった、シェイデッドスプルース、この中にはちょっとシェイデッドスプルースは入っていないかな。そうですね、そんな感じでいっています。あ、リチラゼベリーありますね。じゃなかった、ブラックベリーブリスだった、ブラックベリーブリスあります。あ、EKさんもおはようございます。はい、そのクラゲちゃんの裏はこうなっています。あ、ここでまだちょっとでもこの濃いグリーンがシェイデッドスプルースっぽいですね。はい、このタツノオトシゴ、オトシゴの後ろこれです。はい、でカメちゃんのかわいい後ろがバンブルビーとなっています。ほんと素敵なペーパーなんですよね。はい、海藻模様の後ろはこうなっています。もうね、私どれも好きなんですよこれ。あ、おはようございます、 SA さん、そして YT さんもおはようございます。この後ろカリプソコーラルのこんな風になってます。こんな風にね、どのパターンも私好きっていうペーパー実は珍しいんですね、私にとってね。だいたいいつもこれも海底シーンの、ブログの方でご紹介したものですね。この裏がこちらとなっています。だいたいですね、なんとなく 1,2 枚はね、どうやって使おうかなとかね、これ優先順位低いかもっていうのがね結構あるんですけど、このペーパーに関してはね、もうどれも好きだよっていう感じでした。はい、こちらも回転シーン、そしてこちらパンチで抜けるクジラのペーパーですね。はい、カメのですね、これイースタン、もうこれ見ると本当グレートバリアリーフをね思い出すんですけど、あ、YD さんも、お手元にあるんですね。はい、一緒に出して見てみてください。はい、こちらですね、オーストラリアのね、グレートバリアリーフに行く前のもうちょっとニューサウスウェールズ州側の方にですね、グレートイースタンハイウェイっていうのがあるんですよ。ハイウェイといってもね、海の中のハイウェイなんですよね。ファインディングニモの、もうちょっとかなり古くなりましたけど、ニモのね、映画見た方、その中でね、ニモがですね、シドニーに向かうときにカメさんと一緒に旅してるんですけれども、グレートイースタン、ハイウェイだったかな。そこに乗って、ハイスピードでシドニーまで行っちゃうよっていうのが、つまり、海流がですね、ものすごく速く流れているエリアがあるんですね。これ乗ってるんですよね、カメさんが、と私はそう解釈してます。その海流にガーッとカメさんがね乗って旅してるんですね。だから魚たちもですね、すごく賢くって、自分で一生懸命泳ぐのめんどくさいから、海流が速いところを知っていて、そこの海流に乗っかって移動しちゃおうぜっていうのね、やってるんですよ魚たちも。はい、この後ろがこれです。だからもうなんかそういうこと思い出すとすごく嬉しくなっちゃう。はい、こちらの裏が、はい、海の、なんて言うんでしょう、もやもやブクブクブクっていう感じですね。はい、こちらも海底シーンのペーパーです。はい、その裏がこういう風になっています。そしてこちらですね、すでにこの模様を使って、カードをね先日作りました。もうブログでご紹介してます。これです、これです。この部分を、カットしてるんですね。こんな風にカットしてるんですよ。そしてあとこの辺スタンプはハサミカットなんですけども、これはパンチ抜きになっております。で、
ちょっとこのクジラちゃん、後でご紹介するのとね、雰囲気が違うんですけれども、これを作った時はね、まだね、その方法を思いついてないとか、やってなかったんですよね。今思えば、スポンジドーバーで着色っていうのをやっとけば、もっと可愛いクジラになったかもと思いつつ、まあ、これはこれでいいでしょう、ということでやってみました。このラベルは、このスイートではなくて、でもう一個の私のマイブーム、ヒッポフレーだったから、ヒッポハピネスのスタンプセットにコーディネートしたヒッポ&フレンズっていう台のラベル台、ちょっと話それますけど、あの台も超おすすめ。ラベルが本当に楽しいです。ちゃんとね、合うんですよ、こんな風に。ぴったりでしょ？これちょっとおすすめでございます。で、ここクラフトインクでね、なんだっけ、わかめをね、スタンプしてみました。はい、はい、こちらもこれで以上ですね、パターンがね。はい、カラーはこんな感じで、とってもね、カラフルでいいですよね。見てるだけで元気になるカラーパレットとなっています。そしてブログの中で、じゃあこれちょっとその後でいきます。先にささっとその他のものをね。はい、リボンがですね、こちらのシアーリボンプールパーティーという名前で、こういう透明になってますよっていう感じです。やっぱり透けているのが、なんとなく、これ、カタログに載っている、ここですね。このページのリボン、実際はこういうものでございます。このリボンストッパーに関しては、先日別ビデオで、簡単にできちゃうリボンストッパーの作り方っていうのをご紹介しましたね。YouTube チャンネルとか登録していただくと、そういうのがアップするとすぐに見れますので、いいですよ。はい、とっても重宝してます。こんな感じでリボンストップできます。クリクリクリとこう移動して、クリクリクリとストップさせておくことができます。はい、そしてアクセサリー関係では、これもですね、もう何でもこのスイート好きなんですけど、私。もうこれほんと綺麗なんですよ。なんだろう、七色に光るっていう感じ。あ、KN さんに、SK さんも、こんにちは。おはようございますかな。特にこの貝殻、最高ですよ。この貝殻。もう超かわいい。このカードね、すごくシンプルだったんですね、実を言うとね。で、これないとね、ほんとね、まあ、つまらないってわけじゃないですけれども、自分の中で、なんかちょっと、ピンとこないな。つけたら途端に大満足な仕上がりになりました。もうとにかくこの角度によっては色が変わってみますよね。こうするとこのピンク影、これこういう角度だとこのピンク加減とかこのピンク加減、これカリプソコーラの色かなとは思いつつね、そういう感じがわかりますよね。キラキラしてて本当にこれ素敵ですよ。なんかもうなんかこれ、なんかすぐに使い切りそうで不安っていう感じなぐらい好きです。はい、そしてスタン肝心のスタンプセットまだお見せしてなかったしっていうことで、一応後でスタンプセット、スタンプ押すときにもう一回ねお見せしますけど、はい、フォトポリマーとなっています。こちらがね、試し押しでしました。センチメントもね、サンクサトンとかタン、たくさん、サンクサロットってたくさんありがとう、まあ、とってもありがとうって意味なんですけど、そのロットのとこにトン、ね、クジラ何トン、2トン、何トンっていう体重でしょう。つまりすごいでかいですよね。そういう意味でね、引っ掛け言葉になっているのが本当にこうかわいい。このウェルダンもよくできましたの、ウェルダンに引っ掛けておりますよ。そしてこのカードでご紹介したのは You're kind of a big deal。 それもね、ビッグディールっていうのはなんかすごいこと、重要なことって意味なので、あなたって私にとって大切な人なのよっていう意味で作ったカードに、実際にビッグなクジラちゃんがいるという感じでね、とっても楽しいんですね。はい、そしてコーディネートしたパンチ、クジラの形が抜けますし、さらに、はい、こんな感じです。抜くとこんな感じの
とねものが全部パンチアウトできると。この部分なんですけれども、あの何だろうと思ってる方いらっしゃると思うんですが、これです。これね、あのこの部分をね違うカラーでパンチアウトしてみました。クジラのね、あのお腹の白いとこねがこういう風にね抜けてるんですね。そしてここはね、あのヒレっていうのかな、こんなにでかいからあの背びれなのかなのか分かりませんけど、ヒレなんていうか分かりませんけど、ここの部分そしてほら潮吹き穴までちゃんとあるよということで楽しいクジラちゃんが組み立てられることができます。はい、これがですね、あ、もう一個あった。これがですね、で終わりじゃなかった。もう一個あった。はい、これエンボスフォルダー。これも後でね、実際にちょっとね、これの2倍の楽しめ方っていうのを実践してご紹介しますけども、3D エンボスフォルダーで、普通にエンボスすると、こんな素敵な模様です。で、3D っていうことで、全体的に、あの、同じ高さではなくって、ここはね、ちょっとね、高いんですよね、盛り上がりが。でもあのこちらの方分かりますね、こうってするとカメラ上でもね高さがあるのね、ちょっと盛り上がりが低いということでね、あの回転シーンにはなってるんですけれども、パッと見た感じ、まあこの辺りサンゴっぽいんですが、ちょっとこのワカメ的なものはあの葉っぱっぽい感じもあって、よーく見るとことにここにヒトデとかいるんですよね。いろいろいるんですけど、ただ全体模様ということで上に何かかぶせてちょっとだけ出るっていうことだと、葉っぱとかを、あの、なんて言うんでしょう、そういう葉っぱ系と思って使っていただけるかなとも思いました。はい、裏側はこんな感じになります。なので表裏どちらを使っても楽しいんじゃないかなと思うんですね。はい、以上がささっとスイート全体の、お知らせでした、というかご紹介でした。次にですね、ブログで書きましたように、私が特に注目している3点、まあこれを知ってこういうふうにやっていただくとより楽しめるかなって思った点をまた、ご紹介したいと思います。まだブログの方をご覧になってなかった方、この後ね見ていただくとよりまとまってわかると思います。先ほども言いましたけれども、こういうタイプのパターンがこのデザイナーシリーズペーパーには入ってますよね。で、こういう全体柄だと通常ね、あの、まあ、全体的に模様にすればいいかしらと思って、あの、どうやって使ったら、どうやって楽しもうかなっていうのはすぐにね、ピンとくる方多いと思うんですけれども、あの、ブログの方でご紹介した、こういった感じのパターンね、ちょっとシーンみたいにな、風景みたいになっているものだったりすると、どうやって使おうかなって結構思ったりされる方いらっしゃるようなので、まあどんな風に楽しむといいよっていうのをちょっとねご紹介していきたいと思います。そんなね難しいことは全くありません。はい、でも文章で書いているよりも実際にお見せした方が分かりやすいですよね。はい、例えばこれなんか、あ、じゃあ横バージョンから先に行こうかな。ブログで書いてみて。はい、例えばですね、こういうタイプですね。あ、これはどうしてもいいかな。これかな、どっちかっていうと。このタイプはですね、横でこういうふうにカットしていくと、まず、上の部分だけ、はい、例えばこういう部分だけを使って、普通のベースカートにこんな風にマッティングすれば、もうあとあまり何もする必要ないかなっていう感じですよね。で、ここに、はい、クジラちゃんとか、ここにちょんとつけたり、カメちょんとつけたりして、もうこれでとってもおしゃれな、あの、海の雰囲気の、作品出来上がりになりますよね。同じことは反対側も入れます。こういうことです。こういう感じ、要は半分こにしてね、でまたなんかポンとつける。要はね、こういうタイプのものは真ん中でカットしておくと、3インチ3インチになると、これ1枚で2枚分のカードベースが、カードフェースというかデザインポイントができるんですよね。これなんかもそうです。ここで一回おしまいね。要はここでおしまい。で、こういう部分と、それからですね、
はい、こういう部分。ちょっとこれはわかめだけになっちゃうんで、この辺にスタンプで魚とかクラゲとかを押しときましょう。デザイナーシリーズペーパーの上にいきなり押しちゃうっていうのも可愛いし、まあクジラがここまで潜ってきたよっていう雰囲気にしても可愛いんじゃないでしょうか。同じ要領で今度こういうパターンはですね、これもそうですね、こういうタイプは縦にカットするといいと思いますよというご提案をしました。要はこういうことですね。なのでこれも途中でこういうふうにはなりますけれども、例えば縦の場合は4インチでいくので、結構ここまで1個のカードにカード表紙に行くわけなんですよ。またはちょっともったいない、ちびちび使うわという方、ここ3インチでカットするとちょうどこんな感じになるので、これでも十分いけますよね。そして3インチ、半分の3インチ、これでもほら十分いけますよね。なのでこういったタイプ、これもそうです。ここでカットしていただいてもいいし、これなんかは2インチずつで3個にカットしてもどこを取ってもだいたい雰囲気ちょっと出てますので、ボーダー的に使っていただくと結構いいタイプ。あ、KT さんもおはようございます。なのでこの手のタイプのデザイナーシリーズペーパー、はい、こちらもそうです。例えばこういうカットの仕方で、どっちかっていうとこの方がいいのかな。そうするとちょっとこんな感じでいけるのかな。これでもそうですね、こういう風、こういう感じ、またはそうですね、こういうとなんとなく深海カラーって感じもするし、これに関してはこういう風に横にカットしてもいいけど、私はなんかもったいない人なのでこういう感じでいくかな。こういうのとこういう感じで、ここは横にしてこっちは縦にしてなんていう風に楽しむかなって思ったりします。なのでこんな風にですね、全体柄でないパターンはそのパターンを生かして一部でカットしてっていう形で使っていただくと、1枚で何枚ものですねデザインポイントというのを作ることができるので、簡単にちゃちゃっとワオーなカードがね作ることができるんですね。はい、次にですね、ブログでご紹介したのはこちらのタイプのパターンです。これはですね、クジラの、はい、パンチで抜くことができます。なのでこのパターンなんかたくさんいますよね。1、2、3、4、5、6匹はパンチアウトできるってことですね。しっかりね。はい。こういうことですよ。そしてちっちゃいの、あともうちょっとちっちゃいの、一番ちっちゃいの、これはちょっと手切りでしていただいて、そうすると、お母さんクジラの後ろに、子供さんがついてくるよ、みたいな感じで可愛いのが作れますね。だから、これもですね、ほら、後ろこうなってるんですよね。だから半分カットしたら、その半分後ろはクジラちゃんをカットして使う。っていうこともできますね。はい、これ私が先ほどカードで利用した、はい、このカードで利用したパターンの後ろがこうなってるんですけれども、はい、これもですね、クジラ、1匹、2匹、ここもギリギリ3匹、そして4匹、5匹、7匹、ギリギリここ、まあちょっとずれるけれども、これもよしとすれば7匹はこのパンチでクジラがね、パンチアウトできるというペーパーとなります。はい、 MY さんもおはようございます。以上がですね、このウェルオバタイムデザイナーシリーズペーパー、この柄はこういう風に楽しむといいですよというコツでした。次に、はい、いよいよスタンプいきますよ。もうね、ほんとこのデザイナーシリーズペーパーね、好きすぎてね、好きすぎるとちょっとね、使うのがもったいない気持ちになってくるじゃないですか。それを私は必死で使うぞ、使わないとスタンプがなく、じゃあたペーパーがなくぞと自分に言い聞かせて使おうと思っているので、より無駄がない使い方っていうのをね、日々考えてございます。次にスタンプなんですけれども、はい、この時もそうでした。見てください、このクジラちゃんとこのクジラちゃん、もう一個ね、例えばさっき、あれ？あったた。このクジラちゃん、わかります？雰囲気違いますよね。
同じスタンプなんですけれども、スタンプインクの付け方を変えるとこんな感じで、もちろんちょっと色も違えてるんですけれども、ちょっとね写りが雰囲気が違ってくるんですよ。こちらを見ると分かるように、実際このクジラってものすごい細かいと、これね、あのインクがうまくつかなかったっていうんじゃないんですね。見てください、このイメージ。ほらちゃんとここかすれてるでしょ。もともとこれかすれてるんです。ほらここも、ほらほらほら白く、これね私いつもねおちょこちょいだからちゃんとねインクがねつけれないことが多いんですけど、今回に関してはウェラードのユーザーエラーではございません。もともとのスタンプ自体がちゃんとそういう加工になってるんですよ。ほら目の周りがちょっと白くなってるところとか、こんなアップだと見えないから、見えますよね、大丈夫ですかね。ほらここお腹のどこに点々点々点々とあるところとか、ここもちょっとこの部分が濃くなっていて、ここは白くなっていてっていうの。だってクジラってね貝殻いっぱいついてるんですよ。このあの確かこのカードをご紹介した時かな、そのブログで私クジラ実際に自分が見て撮った写真のクジラの写真、撮った写真のクジラ変だな自分が見たクジラの写真、自分で撮った写真、クジラの写真、撮ったクジラの写真わかんなくなってきた写真をですねブログに載っけたんですけど、尾ひれにすんごい貝殻ついてるんですよね。あんな貝殻が見えるぐらいの距離で写真撮れたんですけれども、そうそうそう、元のスタンプの引き金とベタ目マンシー、そうなんですよね、わかりますね、確認できるかね。ほんとねこれクジラのきっとねついてるね貝殻とかなんですよ。ほんと私は勝手に思っています。なんかちょっとそう、こんな綺麗なツルツルクジラってあんまりいないんですよね実際はね。でもインクパッドねが結構ジューシーすぎるとこういう綺麗なねツルツルクジラになっちゃうんですねその例がこちらです。カメさんもそうです。本当はこんなに繊細なイメージのカメさんで、クラゲだってこんなに細かいところが繊細なのに、あのお使いのインクパッドがジューシーすぎると、あの細かいところにインクが入り込んでしまうんで、こういうことになっちゃうんですね。で、はい、これに関してはもうスポンジドーバーとを使ってインクをつけるっていうこと一本でやってもいいんじゃないですかっていうぐらい仕上がりが素敵です。なのでこのクジラセット買おうと思ってる方、ぜひスポンジドーバーも一緒にゲットしといてください。私はですね新品もね結構あるんですけども、5個1パックでね食いますよね。でもね、はい、今までのものもね実はね色がねあの染まってはいるんですが、これ毎回ちょっと私水で洗っているんで、あの綺麗なんですよ。ほらもうつかないんですね。なので使い回しってできるんで結構ね長持ちします。ただしいずれは例えばこれみたいに、わかります、ちょっとボロボロしてきてるの上が、こんな風になるのでいずれ消耗品なんですけれども、意外にあの長く持ちますので、ぜひ一緒にスポンジドーバーをねこのスタンプセットとね一緒にお買い上げいただくのをねもう強くおすすめしますよ。もう仕上がり見ると全然違うから。はい、ということでやってみましょう。ですね、ちょっと今回もね別にこれスタンプレータスでやらなくていいんですけれども、いっぺんにねちょっとやろうと思っているんで、ちょっとこの辺でいってみようかな。あとでこういってひっくり返すか、まあいいや。そう、最近あのクリアブロック使ってないんですね、ほとんどね私ね。あのちょっとねいちいち何個も出していくのがめんどくさくってあといっぺんに押すときに何個かいっぺんに押せるっていうのがとっても便利で、私的には、はい。なので今回もいっぺんに行きます。では一色単色でまず水洗い、はい、水洗い OK です。あの私はもう少なくとも水洗いしちゃっております。はい、ミスティームーンライトよいしょ押していきますね。ちょっとこっちに色が映るかもしれないな。よいしょ、そしたらちょっときれいにしとこう。はい、ジャストジェイドだけ。よいしょ。さ
最初に押した時よりもインクパッドね、新しくないというか、ちょっと使い込んできたので、若干ね、細かいところまでいけるかもしれませんけれども、はい。トン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 。これカリプソコーラルです。いきます。もちろんですね、お使いのインクパッドがね、結構枯れてきてるんで、一色だけで押してもね、普通に押してもね、綺麗に細かいとこまで出るよっていう方もね、いらっしゃるかもしれません。でもね、私のはちょっとまだジューシーで、ダメなんですね。プラス、よいしょ。それもそうなんだけれども、せっかくね、綺麗にですね、細かいところまでスタンプのイメージ自体がデザインされているので、どうせならね、本当はね、これちょっとフリップして使ってみたいんですけど、そうすると横に並ばないでしょ。なので、スタンプ自体をですね、スタンプ自体をね、ちょっとね、ここで、まだね、汚いんでね、ちょっとね、こういう風にカバーしておきます。ちょっとここでスタンプ自体を移動させて、押してみたいと思います。まだちょっとね、綺麗についてないので、ちゃんとした紙の上にすると、ついちゃうと、もうほらね、こんなついちゃうのでね、ちょっとカバーしておきました。もうちょっと綺麗にしておきます。はい、これでいいと思います。はい、次にですね、スポンジドーバーで色をつけるというのをやってみたいと思います。もしかしたらさっき画面から出てたかもしれませんけど、でも今のは単純、普通にインクつけただけなので大丈夫ですよね。はい、クジラちゃんはプリティピーコックとミスティームーンライトでいきたいと思います。ミスティームーンライトの方がね、私的には濃いなって感じたんですが、見本でやったのはね、確かね、どっちだったっけ？そうだった。プリティーピーコックを先に下の方にして、ミスティームーンライトを上にしたんだった。はい、じゃあそうやってそういう感じでやってみます。はい、プリティーピーコックを、ちょっとコメントが見れなくなるといけない。そう、ボロボロになるの、私、違いますよ。もうこれね、ボロボロになるのはね、消耗品なんですよ。永久にこれ、持つものじゃないです。なんでかっていうと、こういうとこをヒュッヒュッってやったりしません？カードストックの。それで、切れていくんですよ。最終的に。なので、これ、消耗品なんです。なので、一回使ったら一回使ったらじゃなく、ね、なんていうの、一回買ったら永久に、持つということではなく、やっぱりでもね、こうなるまでにかなり私使い込んでますけどね。これ結局こういうところ、カードの紙の端をヒュッヒュッヒュッってやったがためにだんだん切れてきたということです。で、あと水洗いもできるんですけど、水洗いした時にささっともう水洗いして、水につけっぱじゃなくって、私はもう洗ったらすぐ乾かしておきますね。なのでつけっぱにしてると、それでスポンジがちょっとね、弱くなるっていうのもありますので、お気をつけくださいませ。はい。こんな感じ。はい、取りました。ヒュッヒュッヒュッとこんな感じでつけていきます。なので、実際、直接つけるよりは薄くなるんですけれども、でもね、何回もつけていくとね、結構色は濃くなるんですよ。でも、間に入り込んでね、さっきみたいににじむとかってことはないので、ほら、見てみてもわかりますよね、これだけで。これだってどんなにポンポンしても、もともとここは薄くしかインクがつかないようになってるんですから。で、一応ですね、こちらの方が色が濃いので、今、ミスティームでしたか、プリティーピーコックついたまま同じような同系色だったら、もう一個の同じ、ちょっとこんな風に、余分を取っていただいて、同系色の濃い方だったら、こんな風にね、もう一個次の、色いっちゃってもいいんですけど、私の場合はとりあえずこのプリティーピーコックはプリティーピーコックで取っときたいと思ったので、ちょっとスポンジドーバー変えます。なので最初スポンジドーバーの数があんまりない方、薄い色から濃い色にっていうことであれば、一つのスポンジドーバーで使っていただくことができます。ただし、一回濃いのを使ったらまた薄いのに戻るっていうと、薄いピン、インクパッドの方に、ね、濃い色がついちゃうので、それはお気をつけくださいね。そういう場合はだからやっぱり2個あるといいですよね。はい、こんな感じです。
ムラムラっていうのが逆にいいので結構下の方まで行きますね。こんな風にね。でもこの辺はいっぱいつけときましょうか。はい、行きますよ。行きましょうって全部つけた方がいいんだけど乾いちゃうからね。はい、はい、こんな感じです。今ね、スタンプレータス使ってるからもうちょっと濃くしちゃえっていう時、こんなことをもう一回できちゃいますよね。この辺ちょっともっと濃くしちゃうぞっていう感じで。でもね、結構ちゃんとインクついてるでしょ。ほら見てください、わかります？多色刷りになるし、絶対こっちの方が良くないですか？これよりも。だからインクがね、ジューシージューシーじゃないにかかわらず、やっぱこのスタンプセットをスポンジドーバーで押していただく方がなんか楽しいと思うんですよね。なので次カメさん行きます。はい、カメさん押すときにさっきのがついちゃうといけないので、クジラは一旦取りました。次カメ行きます。カメはですね、はい、薄い色ということで、ジャストジェイドからいきたいと思います。はい、カメさん、なんとなくこの下の辺はジャストジェイドでいっときましょう。そして、シェイデッドスプルースはもうかなり同じ色、これの濃くなった版ということで、この後もう一回薄い色にはもう戻らないので、ちょっとここで、ジャストジェイドだけまだついてるもの、こんな風に落としておきます。かなり薄くなってきました。もうこれぐらいだったら次同系色の濃い色いっちゃって、私的には OK です。はい、でジャストジェイドを上から、これほんとね、両方使ってみるとね、ほんとに同じような色だ、薄濃淡なんだっていうのがね、よくわかると思います。じゃじゃーん、ほらカメさんもすごいでしょ。わかります？この違い、これとこれね、カメさんの甲羅の細かいところまでこんなくっきりね。絶対これスポンジドーバーもう専用ですよ。スポンジドーバーで皆さん色つけようね。その方が絶対楽しいよっていうスタンプセットで売ってほしいぐらい、スタンプセットとね。なので、皆さんもね、覚えておいてください。これから購入する方、またはね、すでにもう購入しちゃったけどっていう方、次のオーダーの時にスポンジドーバーね、入れるのね、忘れずにしといてくださいね。そうするとね、本当にね、より楽しむことができるし、多色刷りにできるということは、デザイナーシリーズペーパーと一緒に使ってた時によりデザイナーシリーズペーパーの雰囲気を再現しやすいってことになりますよね。なんでかっていうと、先ほどご紹介したホラー、これに関してもそうですけど、どこがいいのかな、なんか一色じゃないんですよ、どれも。なんとなくほら、このカメさん2色になってますよね。で、このほら、クラゲもね、今からやる方法で押すとこういう雰囲気のクラゲ再現できますよ。なので絶対ね、スポンジドーバーおすすめ。はい、今度はカリプソコーラルとバンブルビーというかなりオレンジ系ではありますけど、すごく飛んでます。なので、まあでもバンブルビーからカリプソコーラルに行けばいいから、ちょっと同じ 1個のあれでやってみようかな。はい、クラゲさん、なんかさっきのデザイナーシリーズペーパーをちょっと思いながら、黄色こんな風にやっておいて、で、また先ほどのペーパーでグッて拭って、余分を拭っておいて、これぐらいになったら、これぐらいになったらもう同じ同系色などでカリプソコーラルいってもそんなに支障はないです。ただどうしても気になる方は違うの使ってくださいね。ウェラードは全然この程度は気になりません。はい、もう見た感じでわかりますよね。こう押す前にね、細かくなってるのが、ちゃっちゃ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 ーん、はい、じゃじゃーん、どうですか。まあ、このあたりブログでも同じことをご紹介しているので、写真を見ていただけばわかるんですけれども、実物本当に違うでしょう。
すごいですよね。この細かいところが全部きっちり出ています。ね。ですから、はい、皆さん、この Well of Time Stamp セットを2倍にも3倍にも楽しむためには、やっぱりスポンジ、ドーバ、一緒にゲットしときましょうね。5つで1パック入っていますよ。今ご紹介している、動画内で使っているスタンピンアップ製品はすべて私のスタンピンアップオンラインストアから購入していただけます。後ほどまたブログの方からね、オンラインストアに移動できるので、ブログの、住所とかも、ご紹介したいと思います。ということで、スタンプをこのウェールダンスタンプを2倍にも3倍にも楽しむ方法は以上でした。次にエンボスフォルダーの2倍の楽しみ方をご紹介したいと思います。これにもですね、ちょっとツールをね、付け足しツールがあるんですけれども、はい、普通にこちらエンボスすると、先ほどもご紹介したみたいに高さのが違うエンボス加工っていうのができるんですね。これ 3D エンボスフォルダーとなってます。で、すでにダイカットマシンをお持ちの方、こちらはですね、 3D エンボスフォルダーというのが必要なんですね。私が今使ってるのはビッグショットっていうブランドのものなので、その場合以前の、はこういうふうにですね、エンボスフォル 3D エンボスフォルダーっていうのを販売してたんですね。で、今現在はこのエンボスフォルダー 3D 用っていうのは、エンボスフォルダーのプレート、3D プレートっていうのは今現在は販売してないんですけれども、スタンピンアップの方からダイカットマシンの販売が始まるとですね、こちらも付属品ということで、販売開始になりますのでね、これとほぼおそらく同じ、厚さということで、そうでない場合は、ちょっとですね、余分に通常のカッティングプレートに対して、ちょっとペーパーをですね、カードストックを余分に何枚か挟んでいただくと、まあ、こんな風に厚みが調整できますので、お使いのマシンによって若干違うっていうのはご理解いただきたいと思います。ちなみにスタンピンアップの、ダイカット&エンブスマシンが、9月から発売になりますよね。その時は今お見せしたような、3D エンボスフォルダー用のカッティング、じゃない、3D エンボスフォルダー用プレートというのもちゃんと標準でついてきますので、追加で購入する必要は全くありません。まあ、これが普通にエンボスした方なんですけども、これに対してですね、せっかくこんな風に開閉シーンになってるんで、じゃじゃーん、こういうバックグラウンドペーパーにしてみようよっていうね、使い方なんですね。すごくないですか？こんな風に1枚でですね、3通りの、なんて言うんでしょう、遊び方というか、3通りの、仕上がりというのをやっていただけるんですね。普通に、これ、例えば白いペーパーで普通にエンボスすると、まあ、裏側こうなって、今ちょっと色つけてみましたけれども、こんな風に盛り上がるだけなんですが、これへっこんでるところに色がついてるでしょ。で、こちらは、はい、浮いてるところは白く、ほぼ白く残ってて、浮いてないところだけ、へっこんでるとこだけ色がついてるから、浮き上がってる白い部分がよりくっきり見えてますよね、白っぽく。これはですね、エンボスフォルダー自体にインクをつけるっていうことをすると、こういうことができるんですね。はい。で、そのエンボスフォルダーにインクをつける方法なんですが、一般的にはですね、例えば、インクパッド自体を直接ですね、こういうところにね、ガーって塗っちゃうっていう方法もあるんですね。ただ、私の場合は、それだと、なんか色が余分なとこにつきすぎるなっていう、押しすぎるとダメなんで、力加減がちょっとね、めんどくさいなと思ったんですよ。じゃじゃーん、スポンジブレイヤーで着色します。そうすると、これ、私的にはですね、インクパッドを押しすぎないので、綺麗にね、はい、
まあ、絶対に例えばここだけ色がついてってことはできないんですが、もちろんこれだって完璧じゃないですよ。ですが、わざとこういうふうにところどころ色がついてたり、ところどころっていうのが幻想的な仕上がりなので、このエンボスフォルダーのパターンにはとっても合うと思うんですね。なので、その方法をご紹介したいと思います。はい、まずこれから実践ご紹介するのはこちらのね、一方の方をご紹介します。なんでかっていうと、最初に言っておきます。今からお見せするやり方をすると、エンボスフォルダがね、汚れるんで、その都度ね、洗わないといけないんですよ。なので、今ライブでやってると、洗ってる時間皆さん何も画面なくじーっと待ってないといけないでしょ。なので、一方だけデモンストレーションします。もう一方の方向は同じやり方で、もう一方違う方を色をつければいいだけなので、やり方自体を両方見る必要はないと思うんですね。はい、エンボスフォルダーには、盛り上がってる方とへこんでる面があります。どちらに色をつけるかによって、はい、こんな風に仕上がりが違ってきます。なので、一番皆さんがですね、というか私がいつもね、間違えるとか誤解する方向から先に行きたいと思います。ここエンボスフォルダー盛り上がってるんですよね。だから盛り上がってるから、盛り上がってるとこだけに色をつけようと思って、はい、こういう風にスポンジブレイヤーで、結構ね、これね、薄く見えますけど、意外に色ってついてるんですよね。ただ実際にインクパッドをこすりつけた時よりは、色は薄いんですけれども、その分ですね、余分なところに色がね、つきにくいというね、メリットがあります。わかります？盛り上がってるところに色がついてきたの、ちょっと色が薄いから、あれかな。この状態では分かりにくいのかな。ちょっとアップにしてみようかな。こんな感じで。何回かやってると結構色濃くなってくるんですね。分かりますかね？分かりますよね？色ついてるのね。はい。今ね、盛り上がってる方にこういうふうに軽くスポンジブレイヤーを走らせて色をつけました。で、そこにですね、紙を挟みます。ちょっと小さめでいきます。ですか。紙を普通通りに挟みます。一旦置いたら、ここからぐりぐり動かさないように気をつけてください。はい。この状態で、通しますよ。はい、通りました。じゃじゃちょっとね、さっきよりもね、つけ方がね、薄かったので、ここの時よりも濃くは出てないんですけれども、わかりますかね？へっこんだところに色がつくんですね、基本的に。ですか？ちょっと外側にもつきますが、実はこちらはですね、インクパッドを直接、ここにガーってやった時に、まあ、こんな風になったんですけれども、こちらはですね、今、スポンジブレアでやってましたよね。でも基本的にわかりますかね？引っ込んだところに色がつくっていうのが、要は、インクの着色はどちらでもいいんですが、着色方法はどちらでもいいんですけれども、向きとして、この盛り上がってる方にインクをつけていくと、へっこんだところに、インクがつくという仕上がりになるんですね。もちろんここ平らな方にもちょっとずつ色はつくんですけれども、主にはほら、引っ込んだところに色がついてるという仕上がりになるんですよ。でも、反対の方、つまりですね、こちら側にへっこんでる方に、先ほどみたいにブレイヤーでガーって色をつけていくと、はい、盛り上がった方は白いままで残り盛り上がり、バックグラウンドの方に色がつくという形になります。なので、こんな風にくっきりですね、まあでもね、若干ね、ついてはいるんですけど、他にも、くっきりですね、なるべく引っ込んだところだけ、最終的に仕上がりが引っ込んだところだけにインクをつけたいっていう時は、ちょっと気をつけて、インクをですね、ぐっと押さないように、スースースッと撫でるように、直接インクをね、
何でしょう、盛り上がった方にやっていくとこういう仕上がりになります。ただ私的には全体的にちょっと色がついた、ここついてないですよね、ついたとしてもなんかこういうふうに密かになんか色がつけたいなと思ったので、インク、スポンジブレイヤーでやってみました。反対にこちらの、平らな方っていうのかな、ね、盛り上がってない方にインクをつけるときは、もちろんまたインクパッドでやってもこういうふうにくっきりもっと濃くなるんですけれども、私的にはスーッと色をつけたいっていうことでこんな感じでやってみました。要はどちらの面にインクをつけるかによって仕上がりがどこにインクがつくかっていう仕上がりに差が出てくるんですね。ということで、同じエンボスフォルム、もうね、これ一回きれいにしないとね、次、ついちゃうんですよね、インクがね。なので、これでもう一回、もう一回目っていうのは、やらないことはないですけど、多分もう違うところにもついちゃうので、このままにしておきますが、要は、インクをつける面をどうするかっていうことで、どっちにするかによって2通りの仕上がりができるっていうことなんですね。で、もう1個通常のやり方で合計3通りのやり方ができるということになります。以上がですね、このウェールオブタイムのスイート製品の中で通常の使い方以上にこういうことをしていただくと、ちょっと面白い使い方、面白い、別のね、楽しみ方がありますよということで、ライブチャットしてみました。まだブログの方にお越しいただいてない方は、はい、こちらブログの、住所となります。Let's make a card スタンピンアップ手作りカードの世界、またはウェラーとさとみの検索してください。そしてですね、今日ご紹介した製品は、すべて私のスタンピンアップオンラインストアから購入していただけます。オンラインストアウェラーとさとみ、ブログの方からもオンラインストアに直結していますし、Facebook ご覧の方は、Facebook ページの方からも直結しています。なので、ぜひ確認してみてください。まあ、ブログにお越しいただいてからの方がリンクがいっぱいついてるんで、とっても簡単だと思います。そして、7月はですね、2020年7月1日も始まってますね。それから8月3日までの間に、お買い物をされる方、5000円以上にしとくっていうのを覚えておいてください。5000円ごとっていうのがポイントなんですけども、なんでかというと、5000円につき500円の割引クーポンをですね、もらえるんですよ。ボーナスクーポンキャンペーンっていうのを7月1日から8月3日まで開催です。クーポンは8月4日から使っていただけるんですよね。なので、4900円で終わらないようにってことですね。あと1万4000何百円とか1万3800円とかだったら、もう1万5000にしちゃいましょう。そうすると、500円かける3つの1500円クーポンが、8月につく1500円、8月に使用できる1500円クーポンがもらえますのでね、その5000円ごとっていうのをちょっと覚えてっておいてください。はい、以上がですね、ウェイルオブタイムスイートの倍の楽しみ方でした。 Thanks for watching! ハッピークラフティング!